皆さんこんにちは、フリースタイルバスケットボーラーの大志です。今回はかっこよくボールをつくためのドリブルムーブその4ということでね、今回もドリブルの技をつなげたコンボ紹介していきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。まず最初の動き、これなんですけど、これは前に別の動画で紹介したスパイダードリブルの種類ですね。まだ見てない方はね、こっちの動画もぜひ見てみてください。やり方としては前前前後ろで、4番目が、後ろからになりますね。この4番目、 1,2,3,4 の時に足を少し前に出して後ろから手を伸ばすと 1,2,3,4 1,2,3,4 ですね。そして、僕の場合、このムーブの場合なんですけど、3回目の1,2 でレッグスルーをして後ろに持っていくと 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2 はいって感じですね。レッグスルーをしたら次ね、あっち側に行って戻るんですけど、向こうに行くときはなるべくね、大きく行った方がいいですね。そして体を落として低めに行ってあげるとかっこよくなります。そして戻ってくるときに、次の動きがここから上からなので、このドリブルが、戻るドリブルが低いと持っていきにくくなります。なので少し強めにドリブルをして上にボールが来るようにしたら、次の動きにね、スムーズにつなげやすくなります。この上からやるドリブルなんですけど、あまりね、ふわっと浮かしすぎないように頭の後ろを通してやる感じにしてください。こっからこう来て頭の後ろ通してですね。そしてここに落としたらレッグスルーをしてスピンムーブに持っていくと、この落とした時に相手が取りに来ようとしたのをすぐにスピンでかわすみたいなね、こんな感じのムーブです。もう一度最初からやるとこんな感じです。はい、じゃあちょっとね、スローで撮ってみたいと思います。はい、ということでドリブルムーブその4、いかがでしたでしょうか。実践でもね、使える動きだと思うので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。